皆さんおはようございます。インではのミラクルボーイキングタクです。はい、科学の不思議、まず食べ物悪い影響を働く成分はね、水蒸気とか、いろいろあります。窒素、酸素、アルゴンですね。はい、水蒸気の酸素で食べ物悪いのは海苔とかおせんべいとかサクサクしたものですね。はい、あと乾燥剤のシリカゲルムって、これね、無色透明なもので乾燥剤、これよくあるね。はい、ゲルっていうのはね、豆腐ゼリー、乾電の攻撃のようなものです。はい、石灰灰を使った乾燥剤はですね、水と反応するんです。はい、脱酸素剤はこれね、成分は空気中の酸素と反応しやすい細かな鉄コーナーです。はい、あとはまあいろいろあります。再生利用、乾燥剤、炭素剤の利用方法を捨てないでください。中身は土に巻いても大丈夫です。テレビは、はい、以上です。バイバイ。